次に3番小川智子議員。3番小川智子議員。こんにちは、小川智子です。初めての一般質問でもう胸ドキドキなんですけど、市民の皆さんと皆さんの安全と生活を守るために今からいただいた市民の皆さんからいただいたお声を基本にして市長をはじめ理事者の皆さんにお伺いします。どうかよろしくお願いいたします。質問は大きく2点です。一問一答で質問させていただきます。最初はコロナ禍における医療対策について。まずはワクチン接種です。ワクチン接種は当初16歳以上が対象だったのに12歳以上に引き下げられました。また妊婦さんは対象外だったのに対象となりました。このわずかな期間でワクチンの安全性が高まったわけでもないのに対象者が増えました。そして今回のワクチンは中長期の安全性は確立されていません。その点についてこれらの対象者に対応してきたこと、今後対応していくことがあれば教えてください。園部健康福祉部長。はい、それではですね、議員の方からワクチンの関係でご質問をいただきました。まず新型コロナウイルスワクチンの、子どもへの、接種につきましては、開始当初、議員がおっしゃられましたように、対象年齢は16歳以上でございましたが、令和3年5月28日に、厚生労働省が薬事、食品衛生審議会の専門部会を開きまして、ファイザー社製ワクチンのワクチン接種の対象年齢を16歳以上から12歳以下以上に引き下げることが容認をされ、その後8月にはモデルナ社製のワクチンの対象年齢も12歳以上に引き下げられたといったところです。このことを受けまして市では新たに対象年齢に加わりました12歳から15歳の対象者と保護者の方全員に厚生労働省が指名しております新型コロナワクチン予防接種についての説明書を郵送をいたしました。この説明書には子どもが読んでも分かりやすい表現でワクチン接種に関すること、副反応に関することが書かれております。加えまして集団接種会場や個別接種実施医療機関におきましても、16歳未満の方のワクチン接種には、保護者の同伴を必須条件としてお願いし、運用をしているところでございます。また、妊婦への接種に関しましては、令和3年4月当初、厚生労働省は予防接種の判断を行うに際して、注意を要するものとしてですね、妊娠中、または妊娠している可能性がある場合には、本予防接種の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ、接種を行うことと示しておりました。しかし、先月の8月25日付で、三重県医療保健部および
三重県医師会、産婦人科医会から、妊婦は時期を問わずワクチンを接種することを勧めるとの、通知があり、これを受けまして、市としましては、妊婦と配偶者や、両親など、妊婦をサポートする方を、対象とした優先枠を設け、今週の9月6日から予約受付を、開始しております。なお9月8日現在、接種枠780人に対しまして、142人が、予約を、されておられます。子どもと妊婦への接種につきましては、慎重に実施されることが望ましく、接種会場での相談や経過観察等を含めた接種体制など、きめ細やかな対応を行い、接種を希望される皆様に、安全で安心して接種を受けていただけるよう、努めてまいります。またワクチンの安全性につきましては、厚生労働省が示す方針に従いまして、今後も引き続き、市のホームページなどを活用し、市民の皆様への、適切な情報を行ってまいりたいと考えております。以上です。小川議員、少しマイクを近くでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ワクチン接種は慎重に行わなければならないというご答弁、心強いです。ありがとうございます。しかし、国の方針をもとに国の資料を送付する、それだけでいいんでしょうか。ここで市内のあるお母さんからいただいた声をちょっと紹介させていただきます。うちの子は中学1年生で12歳です。周りには子どもの重症化が増えているから早く打たせたいという声の親御さんが見えます。本当にそんなに重症化するんですか、というものでした。これは多分なんですが、テレビで重症化しているお子さんのニュースが流れている影響なんではないかなと私は思います。全国20歳未満の陽性者は無症状か軽症者がほとんどで、8月末の時点で死亡者はゼロです。果たしてこのお母さんが周りの親御さんから聞いてるように、本市だけが重症化しているお子さんがたくさんいるのでしょうか。そこで伺います。本市における20歳未満の陽性者数、そのうち無症状から中等症までの人数、重症者数、死亡者数を教えてください。園部健康福祉部長。はい、松阪市におけます新型コロナウイルス感染症の20歳未満の陽性者数は、令和2年4月から令和3年今年のですね、9月6日までで109人でございまして、これは9月のこの6日までの全陽性者が660人と、先ほども申し上げましたが、それのうちの 16.5% というふうになっております。そして陽性者が確認された時点の内訳を申し上げますと、無症状者が24人、軽症者から中等症というのがありますが、これが85人、そして重症者はゼロといったことになっております。なお感染者の死亡につきましては、県死亡数の公表となっておりまして、ちなみに9月8日であれば145人というふうに、ホームページも載っております。ということで、保健所管内での死亡者数は、非公表という形でございますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。小川議員。
ありがとうございます。そうしますと、私が質問させていただいたのは20歳未満の陽性者数、そして無症状から中等症、今そのような括りになっていると思うんですが、その人数、重症者数、死亡者数というふうにお願いしたんですが、無症状が24、それから中等症が85とお答えいただきました。なので無症状から中等症までの括りでいうと109名、それで間違いないでしょうか。ありがとうございます。で、死亡者数は、公表してないからということでありますけれども、20歳未満の死亡者数は未だわからないということでよろしいでしょうか。園部健康福祉部長。はい、おっしゃられるようにですね、松阪市での人数というのは確認ができませんので、議員おっしゃる通りでございます。以上です。小川議員。ありがとうございます。もう一度聞かせていただいてよろしいですか。死亡者数は松阪市では確認されないけど、三重県で全体では20歳未満というのは確認できるんでしょうか。園部健康福祉部長。先ほど私が申し上げました9月8日現在で145人、これはもう全体数にございますので、その詳細は示されておらないので、まさかしでも出ないというようなことでございます。小川議員。はい、ありがとうございます。11年前のですね、2010年、新型インフルエンザが流行したこの年は20歳未満の死亡事例が全国で41件ありました。今回の新型コロナは8月末で0件です。しかもこれは先ほど言われましたように1年半の間での数字です。さらにその2010年の新型インフルエンザより今年のコロナの方が重症化率は明らかに低いんですよね。市長、20歳未満の重症化率は低いんです。で、そんな中本市はワクチンを集団接種していますが、16歳未満は集団接種はせずに個別接種でしっかり医師と相談の上で接種するという市町もあります。先ほどのお母さんのように20歳未満の重症化率が高いと誤った情報をもとに判断して中学生の我が子にワクチンを打たせた結果、ワクチン副反応疑いで重症化したり死亡ということになってしまっても本市に責任はないんでしょうか。責任はないにしても国の情報を的確に市民の皆さんに伝え、行政運営することが地方自治体の務めだと思います。今からでもいいので、集団接種は控える、もしくは悩んで見える方がしっかり判断できるように、紙媒体やホームページで情報を発信するべきではないでしょうか。園部健康福祉部長。まず子どもへの接種のうち集団接種の考え方について少し述べたいんですが、学校を会場として生徒に接種を行う形態のいわゆる学校集団接種につきましては、保護者への説明の機会が乏しくなる、副反応への対応体制の整備が難しい、ワクチンハラスメントを助長する恐れがあると、いったようなことが予測されることから、現時点におきましては、推奨されてはおりません。一方で、松阪市と滝郡、今3町の集団接種会場でございます、倉木文化ホールは、今回、新型コロナウイルス、コロナワクチン接種をですね、実施するにあたりまして、診療所としての開設届を提出しまして、
個別接種医療機関としての機能も有しております。新型コロナワクチンの接種はですね、12歳以上の方につきましては予防接種法にも予防接種法に基づく接種推奨、推奨の対象者として実施しているものでもございます。8月23日付の厚生労働省の通知で妊娠中の者への新型コロナワクチンの接種及び新型コロナウイルス感染症対策の啓発について妊娠中の者および配偶者等が希望する場合には、まあ、できるだけ早期にまた円滑に新型コロナワクチンの接種を受けることができるよう特段の配慮をお願いしたいと、まあ、されておりまして安心安全に接種ができるように、まあ、実施してまいりたいと考えております。またホームページにもですね、まさか市のいろいろそうした啓発的なところはさせていただいているつもりでもございます。まあ、12歳以上の子ども保護者への方へというようなメッセージとか、また接種は、強制ではなく、また義務でもなく、努力義務といったこととか、そういったことも、掲載もさせていただいているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。小川議員。ありがとうございます。基本的には今のまま何も変わらないということでしょうか。ちょっと少し残念です。今回私は誤った情報が広まっているという事実をお伝えしました。ぜひ10代の子どもたちとその保護者が正しい情報を知った上で接種判断できるように改善していただきたいと思っています。また妊婦についてですが、今週からおっしゃられたように済生会松坂病院では300名程度、来週からは倉木文化ホールで480名の優先接種の対象枠での接種が始まりますよね。妊婦は長期の安全性が確立された風邪薬でさえ控えるようにと言われているのに、ワクチンは打てる？国が優先接種を進めてても、私は普通に考えておかしな話だと思っています。国が言ってるから正しい、決してそんなことはありません。過去の薬害エイズのように国が間違いを犯して認めた歴史があります。極めて慎重に事業の推進をお願いします。次に自宅療養者について伺います。本市のコロナ陽性者の氏名や連絡先、症状などの情報は把握されていますか。また自宅療養者に対しての支援体制はどのようにされているかお聞かせください。はい、園部健康福祉部長。はい、それではまず陽性者の個人情報は、県が、取り扱って、おります。本人または保護者から、学校、保育園などに連絡が、ありますと、同意が得られた場合には保健所と連絡を取り情報を、受けております。自宅療養者につきましては、松坂地区、これは松坂保健所管内でございますが、8月のピーク時に、自宅療養者が約200人、9月1日時点で約170人と、確認をしております。松坂保健所において、陽性となられた方に、接触者調査が行われ、健康状態の聞き取りとともに、自宅療養中の注意事項について、陽性者や家族に説明が行われます。
自宅での感染対策の方法や隔離の協力依頼、パルスオキシメーターの対応、処方箋の確認、県の配食サービスについて症状悪化時の連絡方法などの説明確認も行われます。また自宅療養者の方に対し毎日 1回健康観察の電話を実施しまして、発熱の有無や体調、パルスオキシメーターの数値の聞き取りを行っております。発症後10日が自宅療養期間となり、72時間、3日間は症状がないことを確認し、自宅療養期間の終了を保健所が判断しまして、連絡が行われるところです。健康観察の電話は保健所の職員、そして保健師、看護師、医師等で実施をされております。以上です。小川議員。ありがとうございます。そうしますと、自宅療養者に対しての健康観察とか確認は県がやっているということでよろしかったでしょうかね。はい、わかりました。で、先ほど自宅療養者に関しては個人情報のこともあるので、情報はもらっていないっていう形の答弁でだったと思うんですけれども、もう一度確認させてください。県に情報提供をしているけど、提供されていないのか、情報提供をそもそも申し出ていないのか、どちらでしょうか。9月3日の読売新聞の記事には、自宅療養者の個人情報を三重県は各市に情報提供しているとなっていました。こちらが記事になるんですけど、そのようになっていました。どちらが正解なんでしょうか。このあたり市民の皆さんに分かるようにご説明ください。お願いします。園部健康福祉部長。お答えしますと、我々もですね、やはり情報発信をしたいんです。ただですね、やはり県のやはり役割というものもございます。その中で我々も県の方にはできるだけの情報はいただきたいというふうに申し上げております。そういった中でできる限りのですね、今日もいろいろとご答弁させていただきます、いただいておりますが、その中で公表させていただく部分もございます。まさか地域の部分だけでもこういう何人ですというようなことも、ここはですね、保健所の方からも情報もいただく中で発表もさせていただいておると、いったところでございますので、やはりある程度のところの部分というのは県のやはり個人情報で取り扱いの中で管理がされていると、ただ人数とかそういったところの部分はこちらの方にも私たちもお願いをしておりますのでいただいていると、いったところでのそういった報道であるかなというふうに認識しております。以上です。小川議員。ありがとうございます。そうしますと、この新聞の情報が間違っていたというか、違ったのかなっていう認識になってしまうんですけれども、これはちょっと置いておきます。はい、はい。で、県内ではですね、軽症だった自宅療養者が急死する事例が出ています。これは午前中にもお話しされていましたが、もし本市でそのようなことが起こったとき、保健所は県の管轄なんて関係ありませんっていうのでは済まされないと思うんです。他市では市独自で市民の命を守る政策が実施されています。例えば自宅療養者支援のプロジェクトチームを立ち上げた市があります。本市で何かそのような動きはありますか。園部健康福祉部長。はい、感染が急増しまして、感染拡大により保健所の業務がですね、逼迫し、感染者の調査や入院調整、健康観察、
濃厚接触者への連絡など、遅延が生じ、まさか市におきましては、県または保健所からの派遣依頼を受けまして、8月16日から滝郡3町も含めまして、1日2名程度、滝郡3町を入れますと3名という形で、保健師、看護師の派遣応援体制を行っておりまして、接触者の調査とか健康観察に遅れが生じないよう応援を今日も行っております。また8月25日付でおきまして、三重県の緊急事態措置で県が実施します対策として、急増する自宅療養者へのフォローアップ体制を万全なものにするため、感染が急増している保健所にですね、関係団体と連携した自宅療養フォローアップセンター、これは仮称でございますが、それを順次設置するとしておりまして、これを受けまして、9月1日に私たち益坂地区新型コロナウイルスワクチン接種事業、連絡会議を開催をしました。これはメンバーとしましては、松坂地区医師会、医師会、薬剤師会、産基幹病院、急病院、そして松坂保健所、県医療健康部、失礼しました、県医療保健部、療養調整プロジェクトチーム、そしてまた医師、医師3庁の、約80名のウェブ会議において、松坂地区の感染状況と、そして自宅療養への、対策について、情報をですね、共有し合いまして、協議を行ったところで、ございます。実施主体は県となるんですが、今後も県、松坂保健所、そして、滝町、明和町、大台町、そして地区医師会、産基幹病院など、そうした関係機関とですね、しっかりと連携を取っていきたいというふうに考えております。以上です。小川議員、ぜひとも早急に方策を講じていただきたいと思っています。感染拡大に伴って保健所の業務は逼迫しています。県の支援に加えて市独自で支援することで、自宅療養者は安心できるのではないでしょうか。市の独自支援をしっかりと進めていただきたい、そのように思っています。次に、12歳のお子さんを持つお母さんの事例にあるように、国のデータ情報を正しく市民の皆さんに伝えることはとても大切だと思います。どの部局が国の情報を収集し、どのように市民に発信しているか教えてください。田辺健康福祉部長。この新型コロナウイルスワクチン接種に関しましては、健康福祉部の健康づくり課新型コロナワクチン室が設置されましたので、そこでしております。感染症などの情報につきましては、同その健康づくり課内に保健予防係といった係がございますので、そこにおいてそれぞれの情報を収集をしております。市は予防接種法または感染症法に基づきまして、国の指示により市に定められた業務を現在行っているといったところです。また市民に対しての情報発信は、国から示されました資料に基づきまして実施し、方法といたしましては、広報松坂や市のホームページ、また松坂ナビによるプッシュ通知などにて随時お知らせをさせていただいております。以上です。小川議員。何度も申し訳ないんですが、もう一度確認させていただいてよろしいですか。
市民の皆さんに発信していく上で情報は各部局で行っているのか一括して行っているのかどちらですか。田辺健康福祉部長。はい、先ほど申し上げました中で、こういう、今でいうワクチンとか、そういう健康関係におきましてはもちろん我々健康福祉部の、健康福祉部もいろいろその部の中でも、局もありますし、いろいろな組織がございます。やはりこの新型コロナっていうのはいろんな部局に影響が及ぼしておりますのでそれを一括管理するというのはなかなか、今難しい状況でございますので、各、その担当の、部局で、管理をさせていただくと、いったところでまたそれを、我々の、市として、また共有をはしておるといったところでございます。はい、小川議員。ありがとうございます。地方自治体は国のデータや情報を正確に読み取ってどちらかに偏ることなく公平に発信することが大切だと思います。市長は SNS でコロナ感染という表現を使ってらっしゃいますが感染と陽性の違いについてはご理解いただいていると思っています。 PCR 検査で陽性でも無症状なら感染とは言いません。確認させてください、陽性イコール感染ですか。正しい情報を健康づくり課が把握してワクチン室や広報広聴課に伝えそれを市民の皆さんに発信すべきではないでしょうか。部長お答えください。田辺健康福祉部長。はい、感染症の発生状況というのは県のホームページに公表もされた真坂市の状況発生について広報広聴課から発信をしてはおるところでございます。県の公表方法に準じてさせていただいているといったところでございますが議員ご指摘のように市民に分かりやすく発信できるよう検討はしていきたいと考えております。以上です。小川議員。はい、ありがとうございます。前向きなご答弁ありがとうございます。今各自治体の感染症サイトを開くとさまざまな表現が使われています。いまだ陽性者数を感染者数と表しているところもあれば東京都や四日市市のように感染者患者という表現は極力使わずに陽性者という表現を中心に症状が出た人が感染者であるということが分かるようにしているとあるところもあります。本市のホームページでは陽性者イコール感染者とはなっていませんが患者という表現がたくさん使われています。感染者ではない無症状の陽性者までを含めて患者と表現するのはやはり市民の皆さんに誤解を生むような気がします。部局間の連携で正しい情報を発信していくべきだと思っています。市長、このコロナ禍の医療対策についてですがワクチン接種で予防という感染症の入り口での課題と重症者の治療、陽性となっての自宅療養、さらにワクチン接種での副反応など出口についての課題もたくさん出てきました。 RS ウイルスや新型インフルエンザ、また自分で命を落とす自死で亡くなる方など市民の命を守るためには俯瞰してコロナ禍に対応していかなければならないと思います。先週県内では結果陰性であった濃厚接触者の妊婦が産婦人科の診察を断られ流産するという
もう本当に言葉にできないほどの悲しい事故がありました。他にも過剰なコロナ対応で失われた命や幸せもたくさんあります。陽性者と感染者の認識についてのお考えと、コロナの入り口と出口すべてを俯瞰した医療体制の構築について、市長の考えをお聞かせください。竹上市長。まず法律的に言いますと、感染者も陽性者も同意語だと私は思っています、はい、それからですね、今日の議論で私もこう不思議に思っておりますのが、議員が呼ばれる正確な情報っていうのは、あたかもですね、いわゆる10代は重症化しにくいから、それをもっと世間に広めろっていうふうなふうに受け取りました。今四日市の事例もお話しいただきましたね。それで、もともとはあれは千葉県だったと思います。何週目か忘れましたけれども、確か36週まで至ってない妊婦の方が、早産で死産ってなった事例があって、まあ、それで結果的にこの8月の通知等に結びついているというふうに理解しております。その四日市の事例の方もね、早くやっぱりワクチンを打っていればよかったんじゃなかろうか、私はやっぱりそういうふうに思います。その、医療機関側もですね、これはいろんな事情があったと思いますので、詳しい情報を私は得てないので、一口にどうのこうのあんまり言うつもりはございませんけれども、でも現実に世の中では、例えば大阪でつい先日も10代の方が死亡されるというふうな事例も報告をされております。これらも確かにレアケースといえばそうなのかもしれませんけれどもですね、そういう危険性はもちろんある。誤った情報っていうものを、どう捉えるかにもよるかと思いますけれども、私たちは やはりこのコロナのワクチン接種の有効性であるとか、それを推奨していく立場にございます。確かにですね、これは義務ではない、個人の判断でもってワクチンは接種するというふうなことかと思いますけれどもね、けれども極力やはり皆さん方にワクチンを接種をいただいて、そしていわゆる社会的免疫と言われるものが構成されるように、少しでもですね、例えば誤った情報ってこんなのがあります。ワクチンを接種すると体が 5G になると、もうまるでですね、こう、冗談のようにこういうことが言われている。それであるとか、若い女性がワクチンを打ちたがらない理由の一つに、あたかもこれも SNS で流されたデマですけれども、ワクチン接種をすると不妊になる、こんな情報も一時流れておりました。全くのデマです。そういった誤った情報をやはり訂正していく、我々がやっぱ発信していくということは非常に大事なことだというふうに思っております。これからですね、夏までに大体高齢者の方はワクチン接種を希望される方は終わりました。今、若い方中心にですね、ワクチンの接種を随時進めております。希望される方にはなんとかですね、10月11月、そういったところまでにですね、接種を終えたい、こんな形で、医療関係者の協力も得ながらですね、努力をしている毎日でございます。ぜひともそういったことをご理解の上、私たちが言うやはり正しい情報はワクチンの接種に向けた情報であって、
要するに子どもは重症化しないからワクチンは接種しなくていいよっていうようなそういう情報ではないということだけは申し上げておきます。以上です。小川議員ありがとうございます。私もワクチン接種を否定しているわけではなくて情報を正しく市民の皆さんに伝えてほしい、そんな思いでここに語らせていただいております。で、先ほどちょっと市長おっしゃってみたの妊婦さんの件なんですが、あの方はワクチン接種とかは関係なくて、濃厚接触者であったために医療の診察を断られたんですね。なのであのワクチンを打ってる打ってないはちょっと関係なくて、濃厚接触者で PCR 検査をしてないからうちでは見られませんよということで、そして遅れたということになってます。まあ、そういったことが本誌でないように願ってます。ありがとうございます。ではもう次の質問に移ります。はい、2番目の質問になります。沿岸地域の人と財産を守る未来予想図について伺います。大災害が発生した際の防災対策については防災計画に基づき万が一に備えていただいていると思いますが、災害後命を守り、そして落ち着いてから町の復興計画をどのように立てていますか。お願いします。北川防災担当参事。はい、ご質問をいただきました、市の、復興計画につきまして、これはですね、災害発生時に災害規模等をですね、調査し策定するため、現時点ではですね、策定することはできないものでございます。ただしですね、復興計画の策定については市の地域防災計画に復興のためにするべきこととして復興方針の策定として位置づけられており、南海トラフ地震規模の災害対策基本法に規定します激甚災害が発生した場合、法律に基づき指定を受けた後、震災復興本部を立ち上げ復興体制を構築し復興計画を策定することとなります。以上でございます。小川議員。はい、ありがとうございます。まあ、国の指定を受けた場合とか受けない場合とかで動きは違ってくると思うんですけれども、災害発生後復興計画の算定には、まあ、どのぐらいの日数がかかりますか。そしてどれぐらいの日数で再び住むことができるようになりますか。一つの災害事例で教えていただけないでしょうか。北川防災担当参事。はい、ご質問にお答えさせていただきたいと思います。災害の規模、そして被災状況によって、まあ、一概にはですね申し上げられないんですけども、例えば、事例を申し上げますと、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による、まあ、大津波によって、甚大な被害を受けられました、これはですね、平成30年3月に、災害時の、総合応援協定を締結した岩手県陸前高田市の、復興計画について、ご紹介をいたしたいと思います。陸前高田市では平成23年3月11日発災から2ヶ月後の平成23年5月には復興計画の基となる復興計画策定方針を策定し、同年12月に復興計画を策定されております。策定方針をもとに策定されました復興計画の構成と期間でございますが、構成として復興に向けた基本理念やまちづくりの目標を示します基本構想と目標達成に向けた施策と整備目標を示します基本計画が、この2つがございます。期間は基本構想を8年間とし、そのうち基本計画では第1期を3年、第2期を5年として進められておりますが、
震災後、まあ、10年が過ぎ、ようやく最終段階に入っていると伺っており、長い期間がかかるものと考えております。以上でございます。小川議員。ありがとうございます。まあ、災害の規模や、状況によって単純には計画を示せない、まあ、しかし様々な想定をして万が一に備えていただいていることが分かりました。まあ、ちょうど10年前になりますが、東日本大震災、県では紀伊半島大水害もありました。それ以降も大きな災害が発生しています。復興の進み具合はその地方自治体の力が大きく左右します。今後も計画を注視させていただきます。次に、国全体が人口減少となっていく中で、川沿いだから海沿いだからと住む人が減ってしまい、その地域の空き家対策や道路維持、公共下水計画などがしっかりできていないと人が住まない地域になってしまいます。本市には都市計画マスタープランがありますが、沿岸地域はどのような街づくりになっているか教えてください。ただごめんなさい、時間が少し短くなってきましたので端的にお願いします。伊藤建設部長。はい、先ほど議員おっしゃられましたように、この都市計画マスタープラン、市民の意見を反映させながら地域独自の自然、歴史、生活、文化、産業の特性を踏まえ、都市計画の基本的な方針を定めたものでございます。また自律的にまちづくりを行う組織として、市内全域に43の住民自治協議会が設立されており、地域で取りまとめた地域計画を本マスタープランに反映することで、市民と共同連携したまちづくりを進めるものとして、沿岸地域につきましては地域区分というようなものを定めております。その中で松坂港周辺市街地地域というようなものを一例にご紹介させていただきたいと思います。松坂港を中心とする大口町および漁師町塩浜は工業地域であり、本市の産業拠点としての役割を担っております。地域づくりの課題としましては、重要港湾である松坂港は中南西地域の物流拠点として大きな役割を果たしておりますが、建設から44年を経過した岸壁は老朽化が著しいため、三重県によって継続的な岸壁の整備を実施していただいております。浸水対策としては築地、築港、漁師塩浜の3つの排水ポンプ場が建設されております。それらポンプ場の維持保全にも努めつつ、公共下水路事業によるオキスポンプ場の改修、浸水対策事業による雨水排水施設の整備を実施しております。道路整備においては集落内の生活道路など狭隘な道路の拡幅や維持修繕を行い、住み心地の良い住環境の形成に努めておるところです。また松坂港への物流を担う都市計画道路松坂駅松坂高線については、大型車の通行により痛みが著しいことから集中的な舗装修繕を計画しております。このように、一例ではございますが、沿岸地域においては津波、浸水、集落内の狭隘な道路など共通の課題があり、各部局において対策を行い、今後とも継続的に実施してまいりたいと考えておるところでございます。以上です。小川議員。ありがとうございます。空き家、道路、公共下水、すべて人とお金をかければいくらでも手厚く管理していけます。これらはすべて人口減少の現代において今後増え続ける課題です。民間企業に負けない体制で効率よく予算を執行する、必要なところには予算関係なく注力する、この2本立てが必要かと思われます。
雲津川や櫛田川の川沿い、三雲から東黒尾にかけての海沿い、地域の沿岸地域の人々が今後も安心して住み続けられるような未来予想図に期待して、今回の私の一般質問は終わらせていただきます。ありがとうございます。引き続き頑張ります。頑張りましょう。小川智子でした。それでは。